はい、お世話になります。機動戦士ガンダム水星の魔女より HG144/1 ガンダムエアリアルです。2022年10月発売、販売価格が1430円となっています。はい、ということで今回は10月よりスタートしたガンダムシリーズ最新作水星の魔女より、主人公機のガンダムエアリアルです。鉄血のオルフェンズ以来7年ぶりとなる新作テレビアニメとのことですね。ちなみに第1話の放送当日にツイッターで少女革命ウテナがトレンドに上がりまして、うるせえ奴らやルロケンみたいに再アニメ化かもしくは舞台化か何かかなと思って確認をしたら、水星の魔女と類似点があるということでウテナ関連のワードが、トレンドの上位に来たみたいですね。はい、まあ私は水星の魔女の視聴を忘れてまして、まあ、そういえば今日が放送日だったわということで、この件きっかけで見逃しに気づいた次第です。少女革命ウテナというと20年以上昔のアニメですが、ガンダム放送直後に話題になるぐらいですから、今なお語られるような名作アニメということなんでしょうね。また水星の魔女の脚本の大河内一郎氏は小説版のウテナを書いていたり、ウテナのゲーム版の脚本を担当しているということなども話題となりました。さて、少女革命ウテナについては、放送当時私はさすがにもう子供っていう年齢でもなかったと思いますが、まあなんか変わったアニメやっとるなぐらいの感じで見てはいたと思います。ただ内容はほとんど記憶していないということで、まあどうせなら少女革命ウテナをちゃんと見てから水星の魔女を見るかということで現在視聴中ですが、まあウテナは40話近くありますので、まだ水星の魔女については、見れていません。はい、ということで少女革命ウテナの視聴を始めたんですが、20年以上昔ということもあってやはり内容の方はほとんど記憶には残っていませんでした。ただ視聴を進める中で曖昧だった当時の記憶が徐々に鮮明になりまして、作中にかしらかしらご存知かしらのフレーズでおなじみの影パートがあるんですが、まあこのコーナーが当時とても好きで、はっきり言って本編よりこの影パートを目当てで見ていたことを思い出しました。はい、影少女は調べましたら A 子から C 子まで3人いまして、 A 子が河村マリアさんでガンダムではベルトオチカとかクエスを担当している方ですね。B 子はコオロギ里美さんで説明するまでもない超有名声優さんですね。そして、C 子が渡辺久美子さんでガンダムではカテジナさん、あとケロロ軍曹とか、犬夜叉の尻尾などが挙げられますね。特に B 子役のコオロギ里美さんのキャラが好きだったんですが、10話を過ぎたあたりで一旦 B 子が出なくなって C 子がメインになるんですが、ちょうどそのあたりで当時見るのをやめたんではないかなと思います。本編で言いますとウテナが桐生東賀との決闘に敗れて学ランをやめて普通の女の子に戻るというところまではストーリーの記憶があるんですが、それ以降の記憶が全くありませんでしたので、やはり当時途中で見るのをやめてしまったようですね。ちょうどストーリーもダークな方向へ舵を切ってこれから面白くなっていくあたりで脱落していますから、まあ、当時はまさに本編を真剣には視聴していなかったということでしょうね。はい、ではここで少女革命ウテナの概要と簡単なあらすじを確認しておこうと思います。少女革命ウテナは JC スタッフ制作のアニメ作品、テレビシリーズとして1997年4月2日から同年12月24日までテレビ東京系列で放送された全39話。美少女戦士セーラームーンシリーズのメインスタッフだった生原邦彦が少数精鋭のスタッフを集めて制作集団 B パパスを結成、少女漫画家斉藤千穂と組んで世に放った異色作、第2回アニメーション神戸テレビ番組の部最優秀賞を受賞。断層の霊人、かけ割りのような背景、影絵の少女たちによる不可思議な劇中劇など宝塚歌劇と前衛舞台劇を折衷したような徹底したアバンギャルドな演出が特徴。
また学園といった閉鎖世界やバラや王子様といった少女漫画的モチーフを中心に、おとぎ話や古の貴族のような血統、同性愛や近親愛まで多くの要素を扱い、かつ哲学的な源氏と象徴や図式を大小に守備一貫して散りばめている。合唱曲絶対運命目視録などかつて山寺修司率いる天井桟敷で音楽を担当していた J.A. シーザーのアンダーグラウンド的楽曲を採用したことも独特の世界観を作り上げる大きな要因となった。あらすじ。幼い頃に自分を助けてくれた王子様に憧れ、自分も王子様になりたいと願うようになった少女天井ウテナは、入学した大鳥学園でバラの花嫁と呼ばれる少女姫宮アンシーと出会う。変形寺したものに永遠に至る世界を革命する力を与えるというバラの花嫁をかけて戦い続ける生徒会役員かっこデュエリストたちは、ウテナがかつて王子様からもらった指輪と同じバラの刻印と呼ばれる指輪を持っていた。ウテナもまたこの決闘ゲームに巻き込まれ、その背景にある世界の果てへと迫っていく。1から13話が生徒会編、14から24話が黒バラ編、25から33話が大鳥秋夫編、34から39話が黙示録編。はい、ということですね。主人公にあたる人物が2人いまして、1人は王子様に憧れ自ら王子様になろうとする男装の少女天井ウテナ、もう1人はバラの花嫁としてデュエルの勝者に従属する少女アンシー。男性顔負けの立ち振る舞いで自立したウテナと、主体性が全くなく所有者に完全服従のアンシーが、対照的に描かれていて、まあ、ウテナがこれからの新しい女性の象徴、アンシーがこれまでの古い女性の象徴のような形で、20年以上昔というと、まあ、女性はこうあるべき、男性はこうあるべきという価値観が、まあ、変わりつつはあったとはいえ、まだまだ強く残っていましたから、まあ、すごく大雑把に言うと、主体性のないアンシーの心を革命する、世間一般の女性に対する古い価値観を革命するというのが、アニメのタイトルの通り本作のテーマなのかなという感じがします。はい、ある程度、まあ、見る人の性別を問わず楽しめるアニメではあると思いますが、基本的には女の子向けのアニメで、イケメン、ショタ、王子様、お姫様、お嬢様、そして歌劇のような装飾に同性愛、近親愛など、解説にあった通り女の子が好きそうなもの、好きそうな設定などが多分に盛り込まれていて、そこを極端に誇張して女の子ってこんなの好きだよねを若干、まあ、ネタにしているというか笑いにしている感じがしないでもないんですが、特に西園寺恭一の存在であるとか、あとは王子様の大鳥昭雄が胸のボタン全開でオープンカーのボンネットに乗って車を運転するシーンとかは笑わずには見ていられないんですが、そこはまあ極端な例としても、ところどころ引っかかる部分は、まあ自分が男だから滑稽に見えるのかもしれませんし、女の子が見るとどう感じるのか、女の子の当たり前、女子の常識を経験してきていないので、まあ見ていていまいちピンとこない部分も多々あるんですよね。まあ、例えば女性が北斗の拳とか男塾を見ても、北斗残骸拳とか男塾名物油風呂とか言われても、まあ、多くの女性の場合は何がおもろいんというリアクションになると思うんですが、まあ、男の私がウテナを見ても若干そういう理解しきれない、感じ取れない部分はあって、改めて見直しているところですが、どっぷりウテナの世界の中に浸かれるか没入できるかというと、私はちょっと無理だったかなという感じですね。はい、ただまあ、七海とツワブキが出てくる回とか楽しく見れる部分も、たくさんありますし、名作として非常に評価が高いのも頷ける内容にはなっていると思います。
はい、ということで話がだいぶそれましたが、今回は水星の魔女より、ガンダムエアリアルということなので、説明書にあるガンダムエアリアルの解説を読み上げていこうと思います。ガンダムエアリアル、スレッタ・マーキュリーが学園に持ち込んだモビルスーツ、人体を模したジョイント関節を EMT 電動モーターで駆動させる基本構造は他企業のモビルスーツと同じ既存の規格であり、一般のパイロットにも扱うことができる機体ではあるが、スレッタが登場することで従来とは一線を画した性能を発揮する。その力は新鉱物パーメットを媒介とし、人間拡張を目的とするモビルスーツ用システムガンドフォーマットを採用したガンドアーム、通称ガンダムと呼ばれる禁じられた機体の特徴に酷似するものであった。はい、ということです。では続いてパイロットスレッタ・マーキュリーについてです。水星のフロントから学園のパイロット科に編入した少女、水星で開発されたモビルスーツガンダムエアリアルのパイロット。幼い頃から一緒に過ごしてきたエアリアルは彼女にとって家族同然の存在である。はい、ということです。では続いてガンダムエアリアルの各種武装また部位についての解説です。まずはビームライフル、本機の蛍光火器ビットステイブを接続しロングバレル化することにより、出力ブーストによる高火力化とともに射撃精度が向上する。ビームサーベル、グリップ部分のセンサーと連動しビーム波を発生させる近接戦闘用の兵器。エスカッシャン、人と機体を有機的にリンクさせるガンドフォーマットを用いた次世代軍隊遠隔操作兵器システム、通称ガンビットで構成された多目的攻防プラットフォーム。分離可能な各ビット（ビットステイブ）に内蔵するビームキャノンによる機動砲台やシールドとしての運用が可能。ビットオンフォーム、ビットステイブを機体各所のハードポイントに接続することでビット本体への電力や推進剤の急速補給が可能になるだけでなく、エアリアル自体にも機動力や防御力の性能向上をもたらす。はい、ということで今回はニューガンダムのファーストロットカラーを参考にエアリアルの私の勝手なイフ設定という形で、トリコロールではない実戦投入前運用試験中のカラーリングがあるならこんな感じかなということで塗装をしてみました。まあ毎度のことなんですが、自己防衛のために指摘される前に言っておきますけれども、まあ全ての作業を終えていまいちしっくりこないというか、まあなんかあんまり似合ってないなという感じがしております。はい、それでは今回は以上です。どうもありがとうございました。失礼いたします。